ヒッツビル USA ヒッツビル USA は、モータウンレコードの最初の本社に付けられたニックネームで、ある。ミシガン州デトロイトウェストグランド通り2648に位置する。写真スタジオだった建物を、1959年に、モータウン創設者のベリーゴーディが買い取り、レーベルの経営本部と22時間営業の録音スタジオに改装した。 1960年代から1970年代前半にかけての成功の後、ゴーディはロサンゼルスにレーベルを移転し、彼が関心を寄せていた映画プロダクションの一環として、ロサンゼルスにヒッツビルウエストスタジオを設立している。モータウンマンションの名で知られる、ボストンエディソン歴史地区のベリー・ゴーディっ1967年に、ベリー・ゴーディは、 デトロイトのボストンエリソン歴史地区に現在のモータウンマンションの名で知られる物件を自宅用に購入。1972年にロサンゼルスにモータウンレコードを移転し、翌年にレコード部門、映画部門、テレビ部門、印刷部門からなる大エンターテイメント会社に会社を再編した。この移転によって会社の魂のようなものが失われた上にその創造性の再生期が デトロイトの13年間で終演を迎えたと多くのモータウンファンは考えている。ゴーディの姉、エスター・ゴーディ・エドワーズはカリフォルニアへ移ることを拒んだため、デトロイトに残ってヒッツビルの建物でモータウンのジムを担当することになった。なお、数々の世界的なヒット作を生み出した最初のヒッツビルスタジオは現在モータウン、歴史博物館となっている。 ヒッツビルの建物を見学したいというリクエストをいくつか受け、エドワーズは秘書と共にポスターやゴールドディスクの展示、スタジオ A の保存を行い、1985年からヒッツビル USA の建物はそのレコードレーベル、使用したアーティスト、生み出された作品に敬意を表して、モータウン歴史博物館となっている。ゴーディの姉、エスター・ゴーディ・エドワーズによって管理、 運営されるモータウン歴史博物館にはモータウンの成功期の衣装や写真、レコードなどが展示されている。また、モータウンのスタジオ A や上の機材橋にあるベリーゴーディのアパートが1960年代当時と同じように飾り付けがされているのも特徴的である。モータウン歴史博物館はデトロイト観光客が最も足を運ぶ名所となっている。ヒッツビル USA ザ・モータウン・シングルス・コレクション1959から1971と名付けられた CD4 枚組103曲収録のボックスセットが存在する。ありがとうございます。